海外でも絶大な注目を集めている日本のフルーツ。日本のフルーツ輸出は増加傾向にあり、年間200億円に上ります。こうした中、輸出強化と生産者の収益強化のため様々な研究がなされていることをご存知でしょうか。輸出先ニーズに合わせた適化技術の改善での大玉化、低コストの冷却技術によるブドウの着色の促進・改善、生産技術向上のための技術開発が継続的に行われています。最近の注目技術には、木になったまま触るだけで桃の状態を判定できる音響振動原理を利用したデバイスがあり、収穫に適した熟度や内部障害を誰でも簡単に判定、パートとの作業分担で生産者への負担が少なく、高品質管理が期待できます。シャインマスカットなどのブドウでは、0度温度帯を利用して長期貯蔵や海運輸出において品質を保持、こうした品質の向上、管理、保持技術の導入により小さな負担、低コストで単価が上がり、海外輸出も強化されます。フルーツ生産者の事業性向上はまだまだ期待できる？